皆様お疲れ様です。小田急タイムです。こちらは1960年代の写真です。この場所は現在どうなっているのでしょうか。荒川総合スポーツセンターです。この場所にはかつてプロ野球毎日大映画本拠地としていた東京スタジアムがありました。1962年開場。しかし経営難により1972年に閉鎖、その後1977年に解体されました。1971年頃の東京スタジアム、こちらは1964年、荒川に架かる千住新橋。東京スタジアムが確認できます。千住火力発電所の煙突、通称お化け煙突。1964年まで東京都足立区千住に存在しました。東京スタジアムはナイター照明の美しさから光の球場と呼ばれました。南千住駅日比谷線南口の目の前にする延命寺。ここには江戸時代から明治初期にかけて小塚原形状がありました。
多くの罪人が処刑された場所。きゅうりが180円です。